今回はネットで噂になっている堂本光一さんと佐藤めぐみさんの相性を鑑定しています。相性診断の画面から、まず堂本光一さんを呼び出しています。次に佐藤めぐみさんを呼び出します。 二人の診断を実行をタップします。まずはポジティブな面から見ていきます。二人は日種本命でお互い相手を本命と感じる正式な相手であり、本気な関係です。次にお互いの看護は一つありまして仲の良い関係であるということです。また、十人は帝王と 転六の組み合わせを持っていますので、価値観が一致しやすいです。ネガティブな面では、堂本さんの空亡医が佐藤さんの月中致死にありますので、堂本さんは佐藤さんに対して少々苦手意識を持っているかもしれません。また、月子連盟を見ると堂本さんは星座で。 キーワード、自然さ、正統派とあります。対して、佐藤さんは、月子、厳明、合材で、キーワードは、戦略的、政治的とあります。俗に言う、あざとい女と言うと分かりやすいかもしれません。では、二人の運を確認してみます。 どうもとさんは2022年が年運結果運危険で結婚の暗示もある年です。また2020年9月が節目運でしたのでその直近の危険ということになりますので今までの生き方を変えるタイミングかもしれません。佐藤さんは 2022年が年運結陥生還で試練の後に実現できる結婚の暗示があります。つまり、もしお二人が結婚をするとすれば2022年ということになります。今回はここまでです。